はい、ということで今日はですね、一応ですね、このチャンネルっていうと一応ですね、これ国際ニュースチャンネルなんですよ。っていうこともあって、今日はですね、TKO の木本さんの投資詐欺のニュースですね、やっぱりこう。で、これですね、実はちょっと別チャンネルで TTM 通信のラジオというチャンネルなんですけれども、TTM 通信のラジオというチャンネルなんですけどね、そちらにちょっとね、言った追加情報もあるんですけれども、それも含めてですね、今日はですね、いっぱいですね、この事件に関して追加情報出てるんで、それをですね、まあ、いっぱい紹介していこうと思います。で、まず最初にですね、ちょっとね、別チャンネルで喋った追加情報ですけれども、これまあちょっとだけなんですけれども、これまず喋りますね。何かっていうと、これですね、まあ、芸能人が木本さんにですね、これ、このお金で投資してくださいっつってね、まあお金を出していたわけですけれども、これがですね、誰が出していたかっていうと、ちょっと大口で発見されたのが、これがですね、平成のぶしこぶしの吉村。これがですね、なんと、3000万円とかね、出してたらしいんですよ。まあ、それでもですね、これね、総額で何億円ですから、一体何人からお金を出してるんだって話なんですけど、そういうの見つかったと。あと他にもですね、野生爆弾のクッキー、もうクッキーっていう名前になっちゃったんですかね。クッキーが数百万円出してるって、これもね、分かっています。で、あとね、他にもこれですね、最初ですね、これ。今回のこの投資詐欺みたいな事件っていうと、まあ、総額5億円とかって言われてたんですけれども、これどん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 報道で増えていって、だ初動でもね、5億円とかね、言われてて、な6億円っていう話もあって、そしたら最近ですね、なんか7億円ってなってるんですよね。で、これがですね、なんかマスコミとかがね、記事をね、こう、ニュース記事とかを盛りたいからどんどんどん増やしてるかっていうと、これ多分ですよ。多分でも違うと思うんですよ。なんでかっていうと、これどん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 ですね、こう、判明してくる。だからどんどんどん計算してるみたいですよ、今。なんかね、TKO の木下の事務所とかね、弁護士の方が、これね、どんどん計算してるみたいで、それでどん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 追加されて、積算されてって、膨らんでるみたいで、で、今ですね、7億円以上なんですよ。だから多分ですけれどもね、そういった理由だとこれね、この7億円って数字はですね、7億円以上って今報道されてますから、これからね、明確になるわけですけれども、こういった数字が総額でしたって。多分だから、減ることはないんじゃないのかなっていうね、増えることあっても、そんな感じなんですよ。そういった理屈だとね。でですね、ここまでがですね、僕の別チャンネルで喋ったね、追加情報だったんですけど、ここからですね、またさらにちょっと新しく出てきた追加情報、たくさんあるんで紹介していきます。で、まずこれがですね、今回ね、木本さんが、こう、何?芸能人とかに声をかけて、で、このお金をですね、投資先の男性とかに投げてたわけじゃないですか。で、その男性と音信不通なんですけれども、これがですね、もうですね、昨年末あたりから連絡がつかない状況だったらしいんですよ。で、木本さんのですね、所属事務所っていうと、このトラブルをですね、だからもっと前から知ってたみたいで、そういったこともあって、これですね、多分これ一緒になってですね、あらゆる手段で男性の所在っていうのを探していたってね、そういうふうに言ってましたね。だ多分ね、この男性ですね、この男性ドバイですね。これドバイにいるなと、僕は勝手に思ってるだけですけど。まあでも、本当にちょっとね、ドバイにいる可能性ありえますからね、これね。だってこれ、竹花さんもですね、今ドバイいますからね、竹花さんもね。うん。あ、竹花さん関係ない?関係なかったか。なるほど、うん。あとですね、このね、今回ね、所在が分かんなくなってる男性ですけれども、これ今ですね、木本さん側と、このね、所在が分からなくなってる投資家男性かな。これっていうのはですね、一回音信不通になったんですけど、今ですね、間に人を通して連絡が取れてるってね、そういうこと前も言ったんですけれども、これがどうもですね、間に入ってる人っていうのはこれ、双方のね、弁護士らしいんですよね。だから、投資家男性についてる弁護士と木本さん側のね、まあ、木本さんと木本さん側の事務所ですかね、そっちについてる弁護士同士が話し合いをしてるみたいなんですよね。それでなんかね、間に人が入って、それで連絡が取れてるってそういう言い方してましたけど、弁護士だったってことなんですよね。で、今ですね、木本さん側っていうと、相手先の男性にですね、とりあえず預けたお金、とりあえず返してってね、とりあえず返金してくれ、何でもいいからって言ってるんだけれども、これですね、相手側の弁護士側からはですね、それなんか返金はすぐにはできないってね、その一点張りってことらしいんですよ。はい、ということですね、ここからちょっとね、いくつか記事を紹介していきます。はい、まずこれですね、トースポですけれども、こうあります。巨額の投資トラブルが報じられたお笑いコンビ、TKO の木本武宏51歳が、出資金を預けていた投資家男性に法的措置を取る意向を示した。木本は近いうちに状況を説明するとしているってことで、これがですね、なんか来月にもですね、なんで来月かわかんないですけど、来月にもですね、記者会見を開く意向だってね、報じられてます。もしかしたらこれですね、なんか今、金額を計算してるって話してるじゃないですか。それは確定してから話すってことかもしれないですね、もしかしたらね。で、これですね、木本さんが記者会見を開くって言ってるんですけど、これ、どっからわかるかっていうと、これがですね、木本さん自身のツイッターからもわかるんですよ、これ。はい、これです、これ。これで、まあ、なんかちょっとツイッターにね、直接文字書いてるわけじゃなくて、文字を書いたのをね、スクリーンショットかなんかして添付してるんですよね。これが変わります。この度はお騒がせして申し訳ありません。本日をもって松竹芸能を退社することになりました。必ず近日中に、ことの経緯をきちんと説明させていただく所存です。ご迷惑をおかけした番組スタッフ、スポンサー、友人の皆様、
またこんな私のことを応援してくださったファンの皆様に心からお詫び申し上げます、木本武宏って言ってるんですよ。だからさっきあったね、これ必ず近日中にことの経緯をきちんと説明させていただく所存ってありますから、これ多分記者会見が開かれるんじゃないかというふうにね、そう言われてるわけですよ。ただこれからですね、ちょっと言われてるのがなんかですね、記者会見を開くって木本は言ってるけれども、ただこれね、なんか法的措置を木本が取るって言ってるってことは、多分これからですね警察に相談するんでしょうから、そしたらこれからですね警察が捜査に着手したら記者会見を開いてもね何も話せなくなるんじゃないかっていうふうに、そういった声もあるんですよ。またこれね、あと会見したとしてもこうあります。下手すると会見を開いてもね、会見を開いても下手するとフルボッコ会見と言われたアンジャッシュ渡部健の二の舞になりかねないと心配されてるって、そういう報道もあると。まあだからマイナスになりかねないっていう、そういう報道ですからね。で、あとですね、7億円以上集めたっていうお金も、これですね、木本さん自身がお金を集めたっていうか、なんか木本さんはただですね、この投資家の男性を紹介したっていうだけみたいなんですよ。まあ、だけって言い方もあるかもしれないですけど。だからね、投資家の男性をこう紹介して、で、芸能人がですね、木本さん通さずにこっちの投資家男性にお金をね、こう、直接送っていたってね、そういう感じらしいんですよね。で、今回ですね、さっきやったように、木本は男性投資家に刑事民事の両方で法的措置を取るべく動いてると報じられたってなんですよね。ただこれがですよ、こうした木本の意向について芸能プロ関係者は、要は自分も被害者だと主張するのが狙いだろう、木本も騙されたということを強く主張しないと本当に共犯にされかねないですからねって言ってますね。これ、いやー、でもこれね、なんかだから木本がこうですね、投資家男性をこう訴える、法的措置を取るっていうのは、これね、自分も被害者ですからっていうのをアピールするためだってね、これ書かれてるんですけども。でもね、そしたらこれ木本さんどうしたらいいんだって思いますね。だから訴えるしかないと僕思うんですけれどもね。他にないと思うんだけれどもね。ただこれですね、そう言ってもこれ木本さん自身にもですね、法律的にちょっと問題があって、ちょっと法律的に木本もまずいんじゃないかってことがあって、これはこうあります。木本の今後をめぐって焦点となっているのが金融商品取引法という法律だ。放送関係者は司法では出資を募ったり集めたお金の運用を行う人物に対し原則として登録を義務付けている。登録しないで出資の勧誘をすると同法違反で逮捕される可能性もあるってことなんですよね。ただこれは出資を募ってですね、でその代わりに何かしらの利益とかをね得てる場合だけだと思うんですよ。わかりました。木本さんがここに投資するといいぞって言って、でも木本さん多分おそらくね、何も得てないと思うんですよ。なんか紹介料とかそういうのも取ってないと思うんですよ。儲かったマージンとかも取ってないと思うんですよ。だそうするとこれ多分ですね、これ、出資法の違反にはならないと思うんですよね。あ、これ書いてありますね。一方、木本サイドはあくまで投資家男性を紹介しただけで、手数料など一切受け取らず、運用にも携わっていないと説明しています。だから、こうだと多分大丈夫。法律に触れないってことだと思うんですよね。じゃあこれですね。じゃあこういったことからね、木本さんは、まあ、多分ね、全然大丈夫かっていうと、ただですね、ちょっとね、これ、本当だったらこれ問題だなと思うね、部分もちょっといくつか報道されてるんですよ。これね、木本さんも問題じゃないかっていう報道をいくつか紹介します。これがですね、こうあります。木本が数ヶ月前に出資者に追加で金を入れないと、これまで投資した分が無駄になる、などと、早急に追加の投資をするよう迫っていたことが23日分かった。暗号資産、仮想通貨が暴落し、資金繰りに窮していたと見られる。っていうこと、まあ、こういった報道が出てるんですよ。だからね、これ本当かわかんないですよ。本当かわからない、こういった報道もあるね。これが本当だったら問題だと思うんですけれどもね。ただこれですね、ちょっとね、別の報道を見かけたんですけれども、この件に関してね、別の報道ではですね、このね、追加で出せっていう風に木本さんがですね、その出してもらってた芸能人とかに言ったっていう報道は、これですね、こういった事実はないっていう風にはっきりですね、事務所側が否定してました。まあだから多分そっちが本当なんでしょうからね。まあちょっとこれ追加で迫ってないっていうのは本当だったら、これ良かったなと思いましたね。あとこれですね、木本さんが紹介していた投資家なんですけれども、こう書いてあります。木本が数人で投資を呼びかけていた疑いがあることも判明。関係者によると、勧誘役となったのが木本のほか、元プロ野球選手やアパレル経営者ら、ガーシーかもしれないですね。アパレル経営者ら、人脈を期待され、集金役となりって書いてあるんですよね。あとね、これね、なんかちょっと香港さんが言ってたのが、これね、木本さんが後輩とかをね、勧誘してた。だからお金出した方がいいよって言ってたら、断れない後輩もいたんじゃないかって言ってたんですよね。これ確かになと思いました。で、あとですね、投資先はどうなっていたか、どんなことをしてたかっていうことについてね、ちょっと出ていて、これが出ていたのがですね、主に20代男性が暗号資産などの取引を行っていた。だから、木本さんが集めたお金をどうなってたかっていうと、主に20代男性が暗号資産などの取引を行っていたって情報出てるんですよ。暗号資産同士の取引や、投資者の現金を暗号資産に変え運用したケースもあったと。でもこれがですね、これももちろん本当かどうか定かじゃないですけれども、これがもし本当だったらですよ、こういうふうに。だから本当に
これお金を集めてですね、運用していったってことになるわけじゃないですか。本当に、だから詐欺とかじゃなくてね、これ運用していたと。だからこれですね、確かにね、お金を集めたってのはね、免許がなくてお金を集めたってことはですね、これ金融商品取引法違反になるかもしれませんけれども、逆にですね、これなんか実際にお金を運用してたってことは、これ詐欺ってことにはならないと思うんですよ。金融商品取引法違反になってもね。だから、ね、だってこれね、別に本当に運用してて損が出て返せなくなったんだったら、それなんか普通の投資ですからね。ただ単に投資してなくなってしまっただけっていう、あとですね、今はね連絡も取れてるみたいですしね。だからですね、これだと木本さん含めてですね、ただみんなですね、みんなこう投資で損をしたっていうねだけになっちゃうわけですよ。詐欺でも何でもないね、ただみんな損をしたっていうね、そういったオチになるってこともありそうですね。あとですね、これね、なぜかこれ本人じゃなくて所属事務所が一番重要なことを答えてるんですけれども、これ一番重要なのは何かっていうと、こうあります。木本さんたちが出資金を預けていたとされる A 氏について、 A 氏が返済能力がなく返金がなかった場合、トラブルにあった知人たちにどのように対処するのかっていう、まあ質問があるんですよね。だからですね、木本さんが立て替えることなども考えてるのかっていうねことがあるんですよ。そうするとこれですね、所属事務所の担当者は木本の法的な責任所在の有無は関係なく、紹介したという責任から木本が立て替えで返金していく意向ですと返答しましたと。だからね、一応返金していくっていうのを答えてるんですよね。これってね、一番ぐらい大事なことだと思うんですけれども、これをですね、木本さん自身じゃなくて事務所がね答えてるって感じなんですよね。そういった感じで出てると、なんかこれはですね、なんか表に出すんだったらね、返金していくって考えがあるってね、これこそですね、なんか木本さんのツイッターとかでね、直接出した方が良かったんじゃないかと僕ちょっと思いましたね。はい、そして最後なんですけれども、これがですね、やっぱ木本さんの人柄についてまたちょっとニュースいっぱい出てるんですよね。なんかね、皆さんも多分これ見かけた人多いと思うんですけど、やたらですね、なんか擁護されてますよね。例えばこうなんかおぎやはぎのなんか矢作とか小木とか両方ですね、なんかね、これなんか相手人たちって結構ね、なんか毒とか結構吐くんですよ、芸能人に対してもね。それでもやっぱりですね、木本さんに関しては本当にね、なんかいい人だとか言ってるし、あとサンドイッチマンとかもね、あんないい人いないとか言ってたりとか、あと大御所とかね、だからどう考えても木本なんかにね、こう気使う必要ない人たち、だから松本人志とか明石家さんまなんかまでもね、擁護してますよね。だからね、僕ちょっとね、本当にこれ木本さんって性格いいのかなと思ったりとかもするんですよね。ただ一応ね、言われてるのが、なんかこれですね、なんか同じ所属事務所の後輩には結構厳しいところもあったとも言われてるんですよね。なんかですね、木本さんっていうと同じ事務所のね、同じ事務所の後輩たちからすると、結構厳しかった、まあ厳しくも優しいって言われてるんですよね。ただね、いろいろ見ていくとですね、何が厳しいかっていうと、なんかこう、ね、木下みたいな感じでパワハラじゃなくて、でもパワハラ、まあどっからパワハラか難しいですよね。結構厳しめに礼儀とかのことを言うみたいだったらしいんですよね。他の事務所の後輩とかには言わないけれども、自分の同じ事務所の後輩とかには結構礼儀のこととかはね言ったりしてたらしいですよ。言ってもね、書いてある礼ってのが、木本さんと LINE したらですね、最後は後輩から返して終わらなければいけないっていう持論があったりとか、そういった感じとか、あとね、なんかやり取りしてるとですね、後輩で終わらなきゃいけないからね、返してないですか、ただ永遠に返ってくるから嫌だったとか、そういう意見が出てるんですよ。だからまあ悪質というかね、まあちょっとでもパワハラになるのかな。あとね、ちょっと個人的に笑ったのが、これ多分ですね、同じ事務所の後輩のちょっと一つの例なんですけれども、あったのが、これね、これ有名なのかな、有名かどうかわかんないですけど、僕は知ってるけどもね、誰かっていうと、お笑い芸人の南川さんってお笑い芸人の人ですね。僕からしたらですね、なんかロシアの格闘技のシステマで有名なお笑い芸人なんですけれども、ちょっとテレビとかに出てるかどうかも知らないですかね。南川さんってお笑い芸人の人ですけど、これが木本さんの同じ事務所の後輩に当たるんですけれども、これがちょっとエピソードとして言ってたのが、木本さんやっぱりですね、なんか厳しさの中にも優しさがある先輩だったって言ってて、でもこれ本当にいいところもあって、どういうところかっていうと、なんかね、南川さんがやっぱ売れてない芸人だから、今は分かんないですけれどもね、新婚旅行へ行けてなかったんですって、結婚したけれども。そうしたら木本さんがですね、なんとこれお正月にハワイに行くっていう旅行じゃない、仕事があったんで、その仕事にお前も一緒に来いよっつってね、お金俺が出してやるからっつって、新婚旅行をプレゼントしてもらったと。だからすごいいい話なんですけど、やっぱいい人なんだって思うじゃないですか。そしたらこれですね、この南川さん夫妻がハワイ旅行して、で、全部でね、60万円ぐらいお金かかったんですって。そしたらこれがね、木本さんが、ほらって言って、お金渡してくれたと。それが10万円だったっていうね。だからなんかね、これ南川さんが言うには、木本さんはね、60万円かかってるのに10万円しか出してくれなかったっていう、木本さんがケチっていうわけじゃなくて、なんかね、木本さんっていうとちょいちょいですね、金銭感覚が狂ってるところなんですって。だからハワイ旅行とかで10万円ぐらいだろって思って10万円だけ出したんじゃないかっていうふうに南川さんは思ってるんですって。で、南川さんからしたらね、そういう感じで木本さんっていう先輩は昔から金銭感覚とかね、あと計算がおかしいところがある人だったんですって。だからね、これ普通の人よりも投資とかにね向いてる人じゃなかったっていうふうにね、
だから、そういったことだからね、俺がもっと早めにね、木本さん、先輩だけれどもね、木本さん、投資に向いてない人なんですよ、あなたは。やめた方がいいですよって言っとくべきだったっていうね、そういうこと言ってました。そんな話もあったと。あと他にもですね、これね、なんか、ナインティナインがですね、昔ですね、田村健二からですね、仮想通貨からね、投資を誘われたけれども、普通に相手にしなかったってね、そんな話も記事になってました。なんかちょっと、軽く巻き込み事故みたいなね。はい、ということでですね、新しく出てる情報っていうと、もう結構チェックしましたけれども、こんなところでございます。